アイカチャンネル。はい、こんばんは、アイカです。今日はですね、カラーポップと韓国の人気 YouTuber ポニーさんとのコラボキットを開封して実際にメイクしていきたいと思います。これね、オーダーしたのがブラックフライデーのタイミングですね。そして届いて撮影しているのがもう12月の末なんですが、このままね、このキット日本に渡ってこずにアメリカでね、年越しちゃうんじゃないかなと思っていたんですが、なんとかね、手元に届きました。で、届いたのがこちらなんですけど、このキットの箱はもちろんなんですけど、キット用のこの段ボールの内側、これもね、今回のコレクションの仕様になっていてめちゃくちゃ可愛いです。じゃじゃーん、こちらがキットですね。単品ではね、結構もう売り切れているものがあったので、私はもうキットでまとめて購入しました。で、しかも私が購入したのは発売直後ではなくって、ブラックフライデーとかのセールだったと思うんですけど、まあ、とにかく安くなっていて、こちらのキットが 67.9 ドルでした。早速中見ていきましょう。こちら、じゃーん、めちゃくちゃ可愛い。ほら、じゃあこれね、もう早速一つずつ出していきたいと思うんですが、まずこちらの箱ですね。これがこんな感じ、4色のね、キラッキラのシングルアイシャドウが入っています。で、あー、すごい、ケース可愛い。ほんとおもちゃみたいなピンク色のプラケースに入っています。開けるとこんな感じでバブルっぽい丸い型押しがされています。触るとちょっとクニクニした感じ、ほら、指のこの跡がつくようなスフレっぽいような不思議な感触です。で、4つのうち2つはこういうマーブルっぽいような色味になっています。でもね、感触は一緒ですね。こういうへこむようなスフレっぽい感触になっています。スワッチはこんな感じです。もう全部ね、ツヤツヤのカラーで、で、感触としてはとてもしっとりしていて、クリームアイシャドウのようにピタッと肌に密着してくれます。で、この上2つがバブルっぽい型押しのもので、下2つがマーブルっぽい模様のものになります。まあ、ツヤツヤなんですけど、この見た目がね、ピンクベージュっぽいから、これ以外は結構お色味がしっかり出てくれるので、まあ、これもね、ハイライトとして使えそうですし、他の3色は本当メインカラーとしてしっかり使えそうなお色だと思います。これすっごい可愛いですね。次が大本命のパレットですね。これも外箱は同じデザインになっています。じゃん、ケースはね、おなじみの紙パケなんですが、ここがマグネットでくっついてくれるような仕様になっています。オープン。これですよ、これめっちゃくちゃ可愛くないですか。特にこの真ん中のね、3色のキラキラ具合、実はね、これ見ていただいたらわかると思うんですが、この列気になりすぎてフライングして触っています。でもとっても可愛いので、ちょっとスウォッチね、簡単にお見せしたいと思います。はい、スウォッチこんな感じです。こっちからパレットの上3色、そして真ん中の3色と一番下の3色になります。カラーポップのこのタイプのアイシャドウはマットカラー結構パサパサはしているんですけど、まあ、ブラシでつけてあげればそんなにムラにはならないかなと思います。私はスーパーショックシャドウよりこちらのタイプの方がブラシでつけやすいので好きなんですけども、指付けが好きな方だとちょっとね、ムラになりやすく感じるかもしれないです。そしてね、このギラギラのラメカラーですね。これはね、ザクザクはしているんですけど、意外とこう肌にね、ピタッとくっついてくれるような感触はあります。なのでアイメイクの最後にね、まぶたの中央にポンポンと乗せて使おうかなと思います。これめちゃくちゃ高まりますよね、かわいい。じゃあ次、こちらの箱開封していきます。これがね、リキッドルージュかな。こんな感じ、結構見た目も鮮やかですね。そしてカラーポップのリキッドルージュは発色はほんと見たまま発色で、あまり透け感はなかったかと思うので、割とリップが主役になるようなメイクになるんじゃないかなと思います。で、スパチュラはこんな感じですね。チップタイプなんですけど、まあまあサイズもしっかりあります。で、お色はね、3色こんな感じです。こちらがちょっと青みを感じられてピンクっぽくも見えるカラー、そしてくすみ感のあるカラー、そして鮮やかな赤っていう感じですね。拭き取ってみるとそんなにものすごく色が残るっていう感じではないので、カラーステイしてしまうものが苦手な方でも使いやすいかな、まあ、持ち重視の方だともしかすると落ちやすく感じるのかなという印象です。でもリムバー使ってみた感じ、乗せて時間が経つともう少し落ちにくくなりそうですね。
じゃあ次がスーパーショックチークですね。こちらの3色がマットカラー、こちらの2色がツヤツヤに見えます。ツヤツヤからね開封していきます。これもねシングルアイシャドウと同じピンクのプラケースですね。子供の頃のおままごととか思い出すようなビジュアルです。これもこうくにっとね触るとくぼむような感触のシリーズなんですが、今この辺りに塗ってみたんですけどあんまり色感じないですね。そのまま見ると結構黄色いのでどうかなと思ったんですが、本当にツヤ感だけ足してくれるようなタイプなので結構使いやすそうですよこれ。そしてもう一色ですね、ちょっとここに隙間ができちゃってるんですが、こちらがマーブル模様タイプです。これがね、確か人気で単色だと完売してたんですよね。大粒のラメが映っちゃってたらねそれはもうアイシャドウのものなので無視してもらいたいんですが、こちらにねこのカラーを塗ってみました。あまりね多分カメラだと色の違いはわからないかな。近くで見るとほんのりねこっちの方がやはり赤みが強くは出ているんですけど、どちらもそんなにね色はしっかりは出ないのでどんなチークと組み合わせても色を邪魔しないかなと思います。そしてチークですね、これね私の大本命カラーなんですよ。これもムニムニ感触です。結構発色弱いですね、まあ、ベース仕込んでたら違うのかもしれないんですが、ゴシゴシ塗ってこんな感じ、ほんのり血色感を足してくれるようなお色ですね。これ使いやすそう。チークねあまり色を出したくない人におすすめのカラーです。そして見た目可愛いんですけどちょっと自分には難しいかなと思っているこちらのカラー、これもそんなに発色自体は強くないので加減したらいけるかな。ここに塗ったんですけど、チークの中でも一番赤みを出したい部分にだけ使うとねいけるんじゃないかなという希望が見えましたね。これもね面白くないですか。オレンジというより日本の大々っていう感じの色味の気がします。柿とかなんとなくね和な雰囲気を感じるお色です。うん、これも使いやすそうですね。なんかチークがね私どの色もツボですね。とっても使いやすそうで、マットなんですがさっきのねムニムニした感触のタイプなのでこれもお肌にねとてもしっかり密着してくれます。うわ、パレット狙いだったんですけどこうやって全部開封してみるとどれも使いやすそうで、自分的に捨てアイテムっていうのがないかなと思います。こういうキットでここまで使えるものばかり入っているのって結構珍しい気がするんですよね。じゃあもうね私の顔面もかなり薄いですし早速こちら使ってメイクしていきたいと思います。じゃあもういろいろあるので使いたい放題なんですが、まずはこちらのシングルアイシャドウのウォークオンエアというカラーをね使っていきます。このムニムニタイプは指でねつけた方がいいと思うので私もねブラシ使わずに指でのせていこうと思うんですが、これを眉下ですね、ここのハイライトカラーとしてのせていきます。とはいえ不器用なので結構まぶた全体にかかっちゃってるんですが、まあ色そんなに出ないのでいいかなと思います。まあ、ちょっとだけツヤっと。そしたらこちらのパレットですね、まずこのカラー、これをメインに使っていきたいと思います。で、私のアイメイクに欠かせないこの博報堂の B004 ですね、ボロボロになったので新調しました。このブラシをね下ろすのにはぴったりな可愛いパレットだと思うんですけども、こんな感じ。これ春にも良さそうですよね。思ったよりしっかり色が出ます。なのでちょっとアイホールまで広げたらあとはブレンディングブラシで全体をねぼかしていこうと思います。もう少し淡く広い面積に入れたいんですよね。じゃあ反対側も一緒に仕上げていきます。じゃあ同じカラーをふわっとしたブラシで下まぶたにもぐるっとね一周入れていきます。で、目頭と目尻も囲むように上まぶたとつなげます。このカラーだけだとかなり甘い印象なんですけど、後でねここに深めのカラーも重ねていきます。じゃあ次こちらのカラーですね、これ私めちゃくちゃ好きそうですよね。これを目尻側に重ねていきます。これで深みを出すイメージですね。この前別のメイク動画でも言ったと思うんですが、私は目尻のこの部分にこの目頭に比べて濃い色をのせておいた方がちょっと目が大きく見えるんですよね。淡いカラー一色とかで仕上げると本当にね目が小さくて自分でもびっくりするので、基本的には目尻側に濃い色を重ねるようにしています。これをね本当は下まぶたにも入れて統一感出してあげるといいんですが、これがまた悩ましいんですが垂れ目なので下まぶた目尻は濃い色があると似合わないんですよね。なのでのせるとしてもここのとこにピッてねラインでのせる程度にしているんですが、まあ、今日はそんなにね色の違いを感じないのでこれでいきたいと思います。そしてまだまだ重ねますよ。次こちらのカラー、これを今度は目尻側だけじゃなくって目頭側もですね
この二重幅に濃いめに入れていきます。で、境目がくっきりしないように少しだけね、境界線をぼかしておきます。このお色もいいですね。大人っぽいモーブカラーで、これを足してあげるだけで最初のカラーのようなこう可愛い印象が少し和らぐというか、大人っぽい雰囲気に触れるような気がします。でぼかすのが苦手な方もこの上からねラメ重ねちゃうので、そんなに境界線ははっきりしないと思います。もしぼかしてるとこの色がね薄くなっちゃいそうっていう方はもうこのままでいいと思います。じゃあ次、際の部分にこのカラーのせていきます。今のせたモーブカラーよりもう少し細めに際のところにのせます。粉飛びしないようにね、こうブラシで押さえつけた方がいいのか、こう横に滑らせた方がいいのかチェックしながらね、ブラシを動かしていくといいと思います。ブラシによっても変わりますし、アイシャドウによっても変わるので、これはもう毎回恐る恐るやってみるしかないんですけど、私はこのまつげの隙間に粉を埋めるような感じでちょっとだけこう左右にブラシを動かしながらのせていきます。乗ったかな、乗ってないかなっていう感じなんですが、ここで今日の大トリですね。この真ん中のカラー、ほら、もう何回も見せますけど、これをね、いきますよ。まぶたの中央にのせます。えい、もうこれ失敗したら今日のメイク終わり。おおすごい。ちょっとこの動画がね、2019年内に上がってるかどうかちょっと自分でもわからないんですけど、2019年1ぐらいの高まりを感じました。これすごくないですか？もう非日常すぎるのは重々承知しているんですけど、もうこの年末年始のノリなら使っても許されるきっと。ちょっと左右対称にするのが難しいですね。ラメの粒が大きいので。ちょっとこんな感じでのせておいて、この同じ量取ってもこの中のホロの量でね、左右のバランスが変わってくるので、いいかな。ちょっとまつげについて目で見えてる映像の上部分がすごい乱反射しているんですけど、かわいい。ほんと何回も寄りで見せたくなるんですが、これで今度下まぶたですね、これを狭い範囲にのせるのってどのブラシがいいかちょっとわからないので、試しなんですけど博報堂の J138 かな、このブラシでのせていきます。かわいい。これ飛びますけどね、飛んでもそれも可愛いんじゃないかなって錯覚するくらい可愛いです。こんな感じ。皆さんはね、目に入らないように注意してください。そしたらこのカラーですね、このカラーを目頭ここにちょっとつけて、よりキラキラさせていきます。じゃあまつげ上げます。これはタルトのビューラーなんですが、今日のなんか雰囲気に合うかなと思うのでこちら使っていきます。人魚みたいですごく可愛いんですが、こちらもね、以前視聴者さんがプレゼントしてくださったものです。ありがとうございます。カラーポップのブラウンアイライナーがあった気がしたんですけど、なぜか見当たらないので、こちらのマックのプロロングウェアアイライナー使います。お色がリッチエクスペリエンスというお色です。マスカラは今回のメイクに合わせて購入したこちらのカラーポップのピンク色をね、使っていきたいと思います。思ったよりピンクだ。大丈夫かな。もうちょっとくすみカラーかと思ったんですが、あ、でもこれだったら黒のまつげに重ねると大丈夫かな。全体につけると目力が弱まりそうなので、毛先にだけつける感じですかね。下まつげは黒を使っていきます。下の特に中央部分はまつげがあるっていう風に見せた方がやっぱり目が大きく見えると思うので、この部分にだけブラックのマスカラ使っていきます。で、目尻毛先だけピンク。すごい、この非日常感楽しいですね。じゃあハイライトはこちらの黄色い方を使います。これを鼻筋ですね。ツヤツヤ、もうちょっと下まで、顎先、そして額にも少し。チークもね、どの色も可愛かったんですが、こちらの大本命だったシンプリースイート、この色使います。あ、意外といけますね。カラーポップのチークはこの前購入したスティックタイプもすごく使いやすくて、あれもね、直接グリグリ塗りつけてもそんなに色が出ずにコントロールしやすかったんですが、スーパーショックチークもいいですね。本当に一度だとすごく薄くついて、どんどんね、好みの濃さになるまで重ねるイメージ。練りチーク苦手な方でもこれだったら使えるんじゃないかな。私も練りチーク苦手なんですけど、これはね、このメイク以外の時でも結構デイリーユースするのに手が伸びそうだ
だなと思います。よかったこれキットに入ってて。でもせっかくだからいろいろ重ねたいですよね。じゃあこのブリブリに可愛いカラーもう少し中央にだけ重ねます。頬のね一番血色感を出したいとここに重ねます。チーク私いつも薄いんですけど今日のこの目元だとほっぺもねピンクみがしっかり入っている方がバランスがいいかなと思うのでこんな感じで使っていきます。そしたらここにねこのマーブル模様の方のハイライトこれをさらに重ねます。これでちょっとね光で色味が飛んでくれるので万が一チーク濃くなっちゃったなっていう人もハイライト重ねるとね少しそれが和らぐかなと思います。このハイライトを重ねることでチークの境界線も少しぼかせるのでその点もすごくいいですね。じゃあアイメイクには使わなかったこちらのカラーですね。これ少しブラシ払ってこの目頭のところのハイライトカラーとして軽くのせておきます。ここはね私いろいろコンシーラー重ねてるので指でポンポンするとベースが剥がれるかもしれないのでこのハイライトカラーを使っていきます。じゃあ最後リップですね。3色のうち一番落ち着いたこちらのくすみカラー使っていきます。ここでちょっと大人っぽさを出すイメージですね。全体に浮かれた感じなので落ち着かせていきます。これチップがねしっかりコシがあって塗りやすいです。一度に取れる量も少なめなのでベタっとつかずにさっきのチークとかと同じですね。一度塗って色味を足したかったらどんどん重ねていくようなイメージで使うことができます。マットな仕上がりでいいですね。こんな感じでカラーポップとポニーさんのコラボアイテムを使ったメイク完成です。はい、いかがでしたでしょうか。もう個人的にはね大満足のコレクションですね。本当に雰囲気はすごく可愛いんですけどもう普段なかなか挑戦できないようなメイクにねトライすることができました。そしてね今日はラメをふんだんに使ったんですがこのラメをね抜きにするともっともっと普段使いやすいメイクにすることもできますし今回はハイライトカラーしか登場しなかったこちらのシングルアイシャドウなんかもねデイリーユースしやすいキットになっていると思います。いつもねカラーポップのコレクションは結構目を引いてねこう見るとあってねテンションが上がるようなものが多いんですが、まあ、その中でも個人的にはね特にときめくコレクション内容でした。まあ、2019年も思い残すことないですね。休日だったりお出かけする日だったり思いっきりメイクを楽しみたいなっていう時にねいっぱい使っていこうと思います。まあ、カラーポップのアイテムは実はね追加でオーダーしたものがありますのでまたそちらをね1月2月あたりに紹介できるかなと思います。少し先にはなるんですがカラーポップのアイテム気になっている方はぜひそちらも楽しみにしていてください。今回の動画楽しんでいただけた方はぜひ高評価やチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。愛花でした。